はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということで本日の動画ですね、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども、ベストライン柳田選手使ってるです。ありがとうございます。いや、ベストライン一発目はもうやっぱり柳田悠岐選手でしょ。うん、こちらですね。いやー、かっこいい。なんかユニフォームもかっこいいね、これね。でも特殊もずんでます。はい。でしかもオール A で超アーティスト降格存在感ということで、特殊能力も強い。いや、あれギータね、ちょっと打ち方が打ちにくくなって使ってなかったんですけども、まあ4500でこの能力だったら使うしかないでしょっていうね。でしかもね、僕ね、もうベストラインねコンプリートしたんですよ。うん、見てください、これ。しかももうほとんどもう昨日ね、もうずっと朝6時ぐらいまでツイッチで生放送して、もうずっと V ロード走って、もう K-POP 聴きながらずっと V ロード走って、もうほとんど極みですね。で辰巳選手と中村翔吾選手が多分使わないっぽいんで、最強決定戦で。あとは全員もうほぼもうあとレベル1で極みっすね。なのでね、ちょっと使ってみたらラッシュ入ると思うんですけども、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。でまあね、柳田選手で一応2体持ちする予定なんですよね。リア対応とリーグオーダー用ですね。はい。リーグオーダーでは勝利の使者なんですけど、リア対ではね、やっぱりまあバズーカ、まあないしは脅威のスラッガーついてほしいんで、今日はね、脅威のスラッガー狙いで。いや、ちょっと待って、どうしよう。いや、まあ、脅威のスラッガーか、勝利の死者狙いで今日は称号チャレンジ行くわ。ちょっと行こう。柳田12ですね。ありがとうございます。柳田12。称号、このね、柳田選手は、検証できないので、称号チャレンジ使えないので、使える称号素材が12枚ということで、柳田12ですね。2体持ちするので、A ランクはね、5枚は残しとかね、てかね、いや、きついんよね、これ。いや、これね、勝利の死者狙うわ。ごめん。やっぱりね、最優先的には勝利の死者なんですよね。なので、勝利の死者で4枚で狙うわ。で、今日途中で脅威のスラッガーがついたら、とりあえずそのまま行きます。はい。で、これね、マジでね、こっから、僕、称号チャレンジおそらくいっぱいやっていくと思うんですけども、使ってみたで。めちゃめちゃ大事なんで、この称号チャレンジ。ほんで多分ね、いつも以上に気合が入ると思います。はい。申し訳ない。ちょっと音量注意ね。音量注意。お願いします。これマジで最強決定戦にかかってくるんで、勝利出した！来い！星さん！いや、バズーカでもいいな。ちょっともう一回行こう。もう一回行こう。うん。もう一回行きます。いや、バズーカでもいいよ。もう一回行くわ。もう、正午の方めっちゃ貯めてるからね。てか、まだ貯めれるから、俺。お願い。勝利出した。勝利出した。来い。星さん！あれ？なんで？ちょっと待って、ごめん。いや、今日のスラッガーついた。いや、め、これでいい。いや、じゃあこれでいこう、今日は。あれ、星さんと星4の見分け方、ちょっと、サンディエゴに行っておかしくなっちゃったかな。うん。何してんねん。うわー、バウアー対バウアー。いや、バウアーね、なんかこういうホームついたみたいなんで、バウアーこういうホーム試しましょうって言ったら、相手の方もバウアー来たから、別にバウアー使わなくてもよかった。さあ、お願いします。バウアーね、こういうホームついたみたいなんで、マジで楽しみ。本当にちょっとバウアーのこういうホーム楽しみやね。行こう。いや、バウアーがバウバウするかな、これ。行こう。初球どう。おー、バウアーや、バウアーや。え、バウアーですよ。バウアーがバウバウしてる。え、バウアーどうなんのかな、マジで。おい、いや、いいね。バウアー多分ね、メジャーは戻らないと思うよね、多分。よし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 。日本球界残留する可能性の方が俺は高いような気がする。なんかいろいろこう海外のね、情報とか聞いてると。よし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 。さあ、米田徹さんかな。よろしくお願いします。これちょっと柳田選手エスコンやから放り込みたいね。おし、いや、これね、打ちにくい、打ちか、いや、それバウアープレートめっちゃ右寄ってる。はい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 。いや、打ちにくいとは言われてね、打ち方が変わってから柳田選手結構使われる頻度減ったんで、ただそれでも打てるんだぞというところ俺が見せるわ。ちょっとね、リアタイマジで久々なんですよ。サンディエゴも1回しかやってないんで、もう正直言ってもうリアタイめちゃめちゃ久々なんで、打てるかわからん、これ。ほんまに配球マネすんなって。いや、もう無理。ちょっとさ、親と今動画見てる方、ちょっと今音量小さくするか、イヤホンで聞いてください。はい、今からすごいエロいこと言います。うん。うわ、もう最悪。もうエロいこと言う前に打たれたんですけど、ごめんね。ちょっと話の続きなんですけど、ちょっと今親とね、見てる方、イヤホンするか音量小さくしてほしいんですけど、僕そのサンディエゴ行ってたじゃないですか。でホテル泊まってたんですけど、最終日、うん、もうね、次の日の朝帰るっていう前日の夜ですよ。うん、隣の部屋からめちゃくちゃセックスしてる声聞こえたんですよ。これマジで。
本当に僕ね、あんまり人のそのセックスする声って聞かないじゃないですか、正直人生で生きてて。もうね、隣からもうアメリカンな声がもう本当に聞こえてきて、びっくりした、マジですごい声がでかくて。でもね、あの興奮とかしなかった、もう逆にもう声がすごすぎて、本当にもうアメリカンだなと、うん、アメリカンな声が聞こえました。いやマジで勘弁してほしかった、本当に。ただでさえね、うん、1週間アメリカ行って俺もね溜まってるのに、あんなねもう声出されたらね、こっちもちょっとたまったもんじゃないよ、本当に。顔見たかったわ、顔、うん、どんな人たちが隣に泊まってたんかなと思ってね、気になったわ。ちょ集中しよう、うん、集中するわ。いやもうマジでやばい、まあ、無理無理、ちょっと本当にバーバー無理やわ、ごめん。これ負ける、負けてもいい、いや諦めるな、うん、人間諦めたらそこで終わりや、絶対諦めんなよ。俺はもうみんなにこの動画を通じて諦めることをやめましょう、うん、諦めることをやめてほしい、諦めることを諦めてほしい、今この動画を見てる方たちに。落ちて、もうやばい、もうマジでやばい、ちょっと本当にもう1週間以上やってないんでマジで下手くそです、これ。しかもね、初戦バウアーはえぐい。落ちるよ、よしよしよし。受験生の方ごめんね、今日受験の方結構いたと思うんですけど、まあ受験終わってるからまあいいか、ごめんね。いやちょっと代打タフィーローズしかいない、ミスター、大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー、ちょガチ集中する、お願い抜けて、よし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 、オッケーオッケー、諦めることを諦めましょう、うん、諦めることを諦めよう。オッチアイ、オッチアイね、うん、オッチアイ、オッドアイみたいなね、うん、オッチアイ、お願い、お願い、お願い、よーし、諦めることを諦めましょう皆さんね、諦めなかったら頑張れます。これ回ってくるんじゃん、ギータ、え、ギータ回ってくる、ここで打たんかったら、ここでアウトになればギータ回ってくる、どうしよう、どうする、どうする、うん、どうする、懐かしい、いやごめん決めちゃった、次の試合行こう。さちょっとアメリカのエピソードでさ、一つちょっと面白いことがあんねんけど、あのこれアメリカやなと思ったことがあって、あのやっぱ向こう行くといろいろ物買うじゃないですか。でその物買うから、あのちょっとこれ集中してええですか、ごめん、金子千尋やから、うん、金子千尋集中しな打てないんだよ。いやマジでだるい、マジ金子千尋だるい、人生で今一番金子千尋がだるいかも。ちょっともうちょっとさ、ちょっともうちょっとさ、ちょっとちょっと、うん、あのアメリカ行ったらいろいろ物を買うじゃないですか。だから、ね、あの持って帰るもんがね増えるんで、その僕スーツケース1個しか持っていてなかったから、そのもう1個買ったんですよね、スーツケースを。でそのショッピングモールにスーツケース買いに行ったんですけど、そのスーツケース買って、そのなんか防犯ブザーみたいなのがね、そのスーツケースについてたんですよね。で購入終わって外出て、そのホテル帰るまで気づかなかったんですけど、その防犯ブザーがつきっぱなしちゃったんですよ、そのスーツケースに。ちょっと待って、危なー、危なー。でそのスーツ、あー、そんでそのスーツケース持って帰って、まあその防犯ブザー外そうとしたら、ビビ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 って防犯ブザーが鳴り出して、でいやちょ待てよと、うん、俺お金払ったんやぞと。でもしこの防犯ブザーに GPS ついてたら俺警察来るんちゃうかと思って、俺ワンチャンアメリカで捕まるんちゃうかなと思ってさ、いや勘弁してくれよと思って焦って、でとっさに思いついたのが、その防犯ブザーを防水し、え、あの何、水に濡らして、うわもうやばん、もうちょっと待って、話に集中すぎて全然打たれへん、ごめん。そのね、水没させようと思ったんですよね。なのでもう慌ててスーツケース持って、防犯ブザーこう水にガー濡らして、で水没させて音は止まったんですよ、とりあえず。ただあの防犯ブザーがついてるあの線って針金なんで全く切れなかったんですよ、ハサミ。あの僕眉毛切るやつ持っていってたんで、眉毛切るやつじゃもう全く切れなくて、その防犯ブザーが。でもどうしようどうしようってなってて、でサゴマンさんに来てもらって、サゴマンさんがあの爪切り持ってきたなんで、ほんで爪切りやって、爪切りでなんと切れるというね、うん、その針金が、なんと針金が爪切りで切れるという、うん、で、まあ、防犯ブザーのそのブザーはね、とりあえずあのもうなんとかことをなき終えたんですけど、いや全員切っとってくれよと思って、俺もうマジで汗かいたもんだよ本当に。え、マジかよ、ボール球やぞ、俺マジ日本帰られへんと思ったからね本当に。っていうことがありました。はい、皆さん気をつけましょう。アメリカでなんか物を買ったら店員さんが付け外すの忘れてるとか、そういうのをちゃんと気にしてね買い物しましょう、うん。さあちょっとね、あの3点取られたんで集中します。タティ
ギスのボブルヘッド買いました。はい、1万円ぐらいしたけどね。うん、ダルさんのね、あのボブルヘッドもらったんですよ。あの写真多分貼ってると思うんですけど、全部サイン入りでね、もろて、いやこれ火山のもったいないなっていうぐらい、箱から出したくないなっていうね。いやー、よーし、諦めるのを諦めましょう。まあ集中したらこんなもんよ。うん、集中したら、よしよしよし。さあ山岡選手に変わりましたね。はいはい、もうこれ、え、ちょっと待って、ギータ回ってくる、ギータ回ってくる、あるあるある。いやこれホームラン打たなかったら、ホームラン打たなかったらとか、これゲッツーじゃなかったらギータ、オッケー。ドラゴンズ同点ランナーが出ています。やばいやばいやばい、ちょっとこっからごめん、マジで集中したら喋りすぎた、ごめん。本当にちょっとアメリカから帰ってきて、あの話したいことがたくさんあったんで、ちょっと話させてもらったんですけど、ちゃんとこっからもうギータのね、うん、ベストラインギータをしっかりとレビューする。うん、集中。どれくらい投げたいところ、オッケー、もう目慣れたよ。はい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 、いや打てる気しかしない。これ打ち終わりがキモいわ。いやーいやー、ギータギータ、よし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 、いやマジで打てた。いややっぱりね、集中したら打てる。いややっぱりギータ、うん、なんたってギータよ、うん、されどギータよ、やっぱり。いやーこれはちょっとギータやっぱレギュラーやな。うん、センターのレギュラーかな。センレギュやね、センレギュ。よっしゃー、よしよしよし、さあこれラストギータかな。うん、いやー広角出ないか、オッケーオッケー、いける、変えてもいいよ、変えてもいいよ、変えないか、オッケー、集中。はい、ボール、ちょマジ集中するな、本当にガチ集中。すみません、アメリカ帰りの一発目の何してんねんが出ちゃいました。おいやめて、フォアボールだけはやめて。さすがに終われないよね。うん、あんなフォアボールで動画を終わらすようなオチはもうちょっと最近はできないから。うん、これでカチンと打って終わります。はい、カチンと打ちますよ。うん、ちょっとマジで集中するわ、本当に。オッケー、はい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 、そういう攻めね。はいはいはい、そういう攻めね。おい、もうみんなビビりすぎでしょ、ギータに。こういうことです、皆さん。はい、ベストライン柳田悠岐、最強です。